はい、皆さんこんにちは、みそじです。今回はリクエストをいただきました後ろ回し蹴りに関して解説を行っていきたいと思います。さて、後ろ回し蹴りですが、一旦相手に背中を見せながら回転の勢いで相手を蹴りつける大技です。相手からしてみると、手足の攻撃武器が一旦消えてしまうため、慣れていないと対処が非常に難しいという側面はあります。例えば動画のように連続技の中でいきなり後ろ回し蹴りが混ざると、とっさに防ぐことが難しい、そんな場面もあります。さて、そんな後ろ回し蹴りですが、やはり難しい蹴り技です。よくある課題としては、1蹴りの威力、スピードが出ない、2回転の勢いでバランスが崩れてしまう、そして3そもそもうまく回れない、こういったお悩みを相談されることはよくあります。先ほどの課題を招いてしまっている原因ですが、大きくこの3つが代表的です。1きちんと地面を蹴っていない、2蹴りの軌道が大きすぎる、そして3腰から回っておらず重心が高い。この3つのうちどれかがハマってしまっていると、後ろ回し蹴りをうまく蹴ることはできません。そこでこの原因を踏まえた上で、代表的な解決案としてはこの3つです。1地面を蹴る癖を思い出す、2蹴りの軌道をコンパクトにする、そして3腰から回り沈むように回転する。イメージとしてはネジを締めるような感じですね。イントロはこれぐらいにして、そろそろ具体的な練習方法に入っていきましょう。まずは後ろ回し蹴りを安定させるために、重心を落としながらかつ腰から回転する、この癖を覚えます。ネジを締めるようなイメージで重心を落としながら腰からぐるりと回ります。これをまずは何回か繰り返しましょう。沈み込みながら腰から回る、この感覚をつかんだら、次は地面を蹴って足を放り出す。後ろ回し蹴りでこの感覚を思い出しましょう。具体的には、先ほどのように沈み込みながら腰を回して、相手に対して背中を向けたところで地面を蹴って足を放り出してみます。慣れてきたら、沈み込みながら腰を回す動きと地面を蹴って足を放り出す動き、これをゆっくりで構わないのでつなげてみましょう。動画のように重心が高くなってしまっていると、地面を蹴ることが難しくなるので、うまく蹴ることができません。また蹴った後のバランスも崩れてしまいます。またよくやりがちな間違いとして、回転するときに腰からではなくて頭から回ってしまうと、下半身の動きがついてこないので、やはり蹴りが遅くなります。また後ろ回し蹴りの回しの部分に意識がいってしまって、蹴りの軌道が大きすぎる場合もスピードがなかなか出せません。熟練者になれば大きい軌道でも安定してかつ速く蹴ることはできますが、最初のうちは軌道はコンパクトにして小さく蹴るようにした方がスピードも安定感も出すことができます。ある程度慣れてきたら、後ろ回し蹴りの後安定感を増すために、あえて後ろ回し蹴りの後に連続攻撃などを行ってみると良い練習になるかと思います。今回の解説は以上です。後ろ回し蹴りは非常に難易度の高い技ですので、いきなりマスターをしようと思ってもなかなか難しいです。まずは普通の前蹴り、回し蹴りといった基本的な技をマスターしてからトライされてみると、習熟度も早くなるかと思います。短い時間ではございましたが、皆様ご清聴いただきましてありがとうございました。